日本近畿地方大阪府大阪市北区天馬天満は大阪府大阪市北区の地域名。または同地域南東部の町名。現行行政地名は天馬一丁目から天満四丁目。旧淀川が極流する北西川の地域を指し、現在の町名では天馬、東天馬、郊外町、松外町、天馬橋、道新、り木町、天神橋、末広町、 南森町、天神西町、菅原町、西天馬、南大木町などにあたる。天馬の地名は当地に鎮座する大阪天満宮の天下による。日本三大祭りの一つに数えられる、天神祭り、南端の大川に架か,かる、何は三大橋で知られる。大川を挟んで、上町大地の北に位置する天馬は、天馬佐体と呼ばれる、微高地の南端にあたり、 淀川が氾濫しても水没を免れる平地として古い歴史を持っている。現在は大阪天満宮の拙者となっている大将軍者は652年に遷都された南波長井豊岬宮の鎮護者として創建された神社である。901年に菅原道真が大将軍者を参拝し、後に天満宮となった。石山合戦の後、 海塚本願寺へ逃れていた県尿、豊臣秀吉が天満川崎へ呼び戻し、1585年に天満本願寺を建立した。このように天満は、元は寺内町ということになるが、2年前の1583年に始まった大阪城下の整備と、ほぼ同時進行で行われた。秀吉は天満を、戦軍の拠点にしようと考えており、1598年には、 天馬堀川が開作されている。また、後に、船場へ移り、さらに雑魚城、うつぼといった、下船場へ移った西漁、生魚城、沿管魚城らも、元は天満に居住していた。大阪の陣の後、松平忠明による、復興の際には、北の防御船として、天馬北園の西成郡川崎村及び北の村に、天馬寺町が形成された。天馬堀川を境に、 天馬当時町、天馬にしていら町とも呼ばれる。1619年頃まで天馬は、大阪とは別の町とみなされており、大阪編入後も町人地はしばらく、北組、南組の2分だった。やがて上町や島の内を凌駕するほどの商業と人口の集積が見られるようになったことから天馬組が成立し、以後大阪の町人地は、大阪三里と呼ばれるようになった。 天馬組の成立年代は不詳であるが、1629年には、総会所が設置されている。大川西岸付近の東部には、川崎東将軍八津藩、桑名藩、岸和田藩などの倉屋敷が立地し、天馬東寺町付近から、天馬の北縁及び、東縁一帯にかけて、大阪町奉行の要力、同心屋敷も置かれた。百五十三年、京橋片原町から、 天満の淀川沿岸に青物市場が移転し、天満青物市場が誕生した。この市場は、西成郡南馬村など上下南港の近郊農村が、開設しようとした市場や、信仰の堀江にできた市場などから挑戦を受けるものの、長年大阪の成果取引を独占する環境市場として繁栄し、周囲には野菜などに関わる商家が多く集まった。 天馬堀川沿いは造り酒屋や乾物問屋などがの木を連ねた。1684年には、淀川水系の河川改修に伴って、天馬一丁目、臼谷町、天馬二丁目の大川沿岸が就航されたため、大大地として、西成郡三軒屋村の北東端に、船津町、臼井町、川本町の山頂が置かれた。また、天馬の西隣では1688年に、 道島新地、1708年に、曽根崎新地などの陥落街が誕生した。江戸時代の周辺地域は、北東は西成郡川崎村、北西は北野村、南西は曽根崎村に接した。江戸時代後期には商家に対する打ち壊しが頻発し、さらに大塩平八郎の乱が勃発すると天馬は全焼する被害を受ける。1869年に、 三里から四大組へ再編され、天馬は北大組の一部となった。1870年に川崎村の内東照宮や町奉行屋敷が破却された大川西岸部に造兵局の本局が置かれた。1873年には同じく川崎村の内市街化していた地域が北大組へ編入されて松外町、広外町、末広町となり、 1875年には、造幣局の周囲も北大組へ編入されて、新川崎町となった。1878年の軍区町村編成法によって北大組は北区へ移行。1889年の市政施行によって北区は大阪市の行政区の一つ、北区へ移行した。造幣局と関連して、中小の金属工場やガラス工場、 宝石工場などが天馬や川崎村一帯に誕生するなどの波及効果をもたらした。特にガラスに関しては東京と並ぶガラス作業発祥の地となった。また大阪天満宮周辺は劇場や寄席が並ぶ繁華街となり商人や職人で賑わった。以後1909年の北の大観。 1945年の大阪大空襲で天満のほとんどが炎上する被害を出すがその都度復興されている。ただし、1931年に天満大物市場が大阪市中央卸売市場に集約されたこと、大阪大空襲で町の大半が燃えたこと、戦後の経済情勢の変化やオフィス化、地上げが起こったことなどにより、 劇場街も消え、焼け残った町屋も取り壊され、商家が立ち並んだ時代の空気は薄れてきた。1968年には天満堀川が埋め立てられ、阪神高速12号森口線が建設された。1978年には大幅な町名改変が実施され、多くの町名が姿を消した。明治初頭の時点では63町あった。 南北方向の町東西方向の町1872年1873年1875年の町名改編及び西成郡川崎村の一部編入で55町となった南北方向の町東西方向の町1897年の大阪市第一次市域拡張及び1900年の大和改編で旧西成郡、 豊崎村大技国分寺の一部がト井の口下の町、旧川崎村の一部が北道新町、り木町、南道新町、東寺町、東,町東梅貝町、旧北の村の一部が西寺町、西梅貝町となった。また、天馬橋筋が7丁目まで、天神橋筋が6丁目まで北へ延伸された。その後、数度の町名改変を経て、 1978年に現在の町名となった。元は江戸時代からあった町名で、天馬一から十一町目と十一町目下半があった。1872年の町名改変で、一町目が川崎町、二町目西部が今井町、二町目東部が天馬橋筋一町目、三町目が空新町一町目、四町目が金谷町一町目、五町目が 岩井町一丁目、六丁目が坪谷町一丁目、七丁目が河内町一丁目、八丁目が小野花町一丁目、九丁目が天神筋町、十丁目が天神橋筋一丁目、十一丁目が若松町、十一丁目下半が木の笠町となり、天馬の町名は一旦姿を消した。1978年の町名改編で、 天馬の町名がおよそ106年ぶりに復活したが、かつての天馬八丁目一等にとどまり、かつての九丁目十丁目は天神橋、かつての十一丁目十一丁目下半は西天馬となっている。2000年代現在では、小規模なオフィスや工場が多数あるほか、大阪地方裁判所、大阪高等裁判所があることから弁護士事務所など、放送関係者の集積も見られる。 日本一長い商店街と称される天神橋筋商店街も有名である。大規模なオフィスが梅田周辺に集中する中、天馬はオフィス開発が進まない代わりに都心回帰に伴う超高層マンションが立ち並ぶようになり人口が回復してきた。平成不況や新住民の移入屋などを機に天馬の歴史を見直す動きも広まっている。残っている町屋の価値が見直され、 いくつかはカフェやレストランとなっている。また、天馬宮周辺に情報落語の寄せを再建する動きが出て、2006年には戦後初の情報落語の定石、天馬天神繁盛亭が開設された。2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。帰宅内のすべての私立中学校と大阪市内の小中一貫校が対象で、学校選択が可能。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。造幣局大阪市立滝川小学校地内に駅はないが、広域的な通称としての天間にある駅は、 以下の通り、大阪府大阪市北区の町邸、あ一覧、人口統計ラボ、2019年10月4日閲覧、AB、住民基本台帳人口、外国人人口、大阪市、2019年10月4日閲覧、AB、天馬の郵便番号、日本郵便、2019年8月15日閲覧、市外局番の一覧、 総務省、2019年6月24日閲覧。AB、平成7年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長、あざと。総務省統計局、2019年8月16日閲覧。AB、平成12年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長、あざと。 総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成17年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長、あざと。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成22年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長、あざと。 総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成27年国勢調査の調査結果引く。男女別人口及び世帯数町長,長、あざと。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。北区内の通学区域一覧。大阪市。2019年10月4日閲覧。 平成28年経済センサスマイナス活動調査事業所に関する集計産業横断的集計都道府県別結果総務省統計局2019年10月23日閲覧郵便番号簿2018年度版日本郵便2019年6月10日閲覧ありがとうございます